私のことを知りたいの？いいわよ。私は国政リーユエ七世のユウヘンよ。はい、皆さんこんにちは、ミツソのゲーム実況です。今回解説していく内容は国政の性能紹介と生物のビルド紹介になります。物理型と雷元素型それぞれの生物について解説していきたいと思います。まず物理型の生物についてです。地染め2セット、剣闘士2セット、または雷打ち4セットのいずれかの選択になると思います。最大火力で見るなら雷打ち4セット、安定して火力を出すなら地染め2セット、剣闘士2セットがおすすめです。雷打ち4セットのメリットとしては、敵に雷元素を付着した際にダメージが 35% 上昇することです。これにより地染め2セット、剣闘士2セットよりも火力を出すことが可能です。デメリットとしては、雷元素が付着されていない場合は火力が低下してしまう点と、マルチプレイの場合は元素反応で付着された雷が消えやすいという点と、あと4セット効果が必要なので厳選が多少大変になってしまうという点があります。しかしそれらを踏まえても条件をクリアすれば一番火力が出るのがこのセットになります。地染め2セット、剣闘士2セットのメリットとしては、条件を問わずに常に安定した火力が出せるという点と、元素に左右されずにダメージを与えられる点です。後者に関しては雷打ちも同様です。デメリットとしては一部元素スキルの動作が制限されてしまうことです。詳細は後ほど解説させていただきます。雷打ちのビルドに比べると癖がなくて扱いやすいのと、無凸でも扱いやすいのが特徴です。次に生物のメイン OP についてです。砂時計は攻撃パーセント、杯は物理ダメージパーセント、冠は会心率か会心ダメージを選択する形になると思います。ここからは雷元素型について解説していきます。生物は雷の怒り2セット、剣闘士2セット、または雷打ち4セットのいずれかの選択になると思います。理由は物理型とほぼ同じで、安定して火力を出すなら雷の怒り2セット、剣闘士2セット、最大火力なら雷打ち4セットで大丈夫です。物理型と大きく異なる点は、元素スキルでの瞬間移動が使える点と、元素スキル後に雷元素が武器に付与される点です。生物のメイン OP についてです。砂時計は攻撃パーセント、杯は雷元素パーセント、冠は会心率か会心ダメージの選択になると思います。ここからは通常攻撃、元素スキル、元素爆発について解説していきます。国勢の通常攻撃は5段で構成されており、一発一発の攻撃力が高いのが特徴です。会心率、会心ダメージを高く積むことで本領を発揮することができます。攻撃をしながらこまめに向きを変えることができるので、混戦時にも有効です。国勢を使う上で欠かせないのがこの銃撃ループになります。通常攻撃1回から銃撃を連続で行うことで瞬間的に火力を出すことができます。銃撃は2回ヒットしますが、いずれも1万超えのダメージが出ていることが分かります。ただし銃撃を使いすぎるとスタミナが尽きてしまうので多用は禁物です。スタミナ消費を抑えたコンボとして、通常攻撃の最後に銃撃を使うと抑えることができます。元素スキル、国政を使うにあたって非常に重要な要素です。スキルを1回押すことで雷血を飛ばします。もう一度元素スキルボタンを押すことで瞬間移動し敵を切り裂きます。このなぎ払いを使用した場合、武器に5秒間雷元素が付与されます。物理型の場合はこれが邪魔になってしまうので立ち回りを変えていく必要があります。物理型国政の元素スキルの使い方、物理型の場合は雷血を置くとこまでは一緒で、その後2回目を押さずに銃撃をすると雷血が爆発して敵に雷ダメージを与えます。これのメリットですが、武器に雷元素が付与されない、物理型でも使うことができます。物理型の雷打ちでもこれで雷を付着し物理攻撃で殴ることができます。元素スキル、瞬間移動、銃撃で敵を吹き飛ばした場合に元素スキルを使うことで瞬間移動をして一気に間合いを詰めることができます。スタミナも消費しません。武器に雷元素が付着されるため物理型には向かない戦法になります。物理型で元素スキルを使う場合の立ち回り方、物理型の場合は雷血を置いた後にジャンプで動作をキャンセルをして
それで近づいて銃撃を当てれば、相手に雷元素を付着しつつ銃撃を当てることができます。元素スキル長押し。元素スキルは長押しをすることで雷結を置く位置を自由に決めることができます。これにより段差がなくても強力な落下攻撃を使えますが、雷元素は付与されます。またこの特性を生かして探索や素材回収に使うこともできます。低空コンボ。低空コンボは最低限落下攻撃が出る高さに雷結を置きます。ここから落下攻撃をすれば高いダメージを出すことができます。元素爆発。8連撃プラス1の強力な連続攻撃をすることができます。8秒間回心率、元素チャージ効率が 15% 上昇します。目標を定めて日々努力を重ねればいずれ成長するのよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。